皆さんこんにちは、茨城ほのぼのチャンネルです。今回は桜川市にあります食事処こうちゃん亭さんに行ってきました。かなり森がいいお店ということでかなり楽しみですね。こちらがメニュー表なんですが、定食はね、定番かなという感じの定食があって、で店員さんのね、結構こちらもね、人気ですよっていうのでセットメニューもあるみたいですね。なんとメニューにはうな重もありましたね。ただ価格帯を見ると、かなり盛りがいいっていうお話なんですが、その割にね、値段はね、リーズナブルなのかなと思います。ちなみにね、すぐ近くの席でカツ丼を頼んでた方のカツが二重に乗ってるような感じで、正直ね、驚く量でしたね。とこちらですね、限定なのか冷やし梅しそ麺っていうのがありましたね。ではこちらが早速、今回は、店員さんが結構頼む方多いですよということで、ニラレバ定食、こちらをオーダーしてみました。このね、ニラレバの盛りがすごい。ご飯はって言われて普通盛りで頼んだんですけど、ちょっとね、これだとご飯少ないかなって正直思っちゃいますよね。今回の動画は以上になります。次回はね、ぜひお店のランキング1位の焼肉定食、これを食べに行きたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。